はい、対戦お願いします。どうも、皆さんこんばんは、モッティです。今日もやっていきましょう。ポケットモンスター、ウルトラサン、ウルトラムーン実況プレイ。よろしくお願いします。今日使う構築は、こちらの構築。キューコンと、雪の王。はい、皆さん大好き。スノーハレーション。たたたた、たたたたた、たたたた。とりあえずね、第6世代の、ものすごい頭おかしい構築と言われているこのスノーハレーション。まあ、一見、知ってる人はパッと見、あってなるんですけど、わからない人からすると何してくんじゃこいつらみたいな、そんなところがある、で、おなじみのスノーハレーション。相手のパーティーにスノーハレーションが刺さっているかどうかと言われると、ぶっちゃけ全然刺さっていないんですが、ただまあ、そうだね。まあ、使ってみたいよね、作ったんだったら。とりあえずね。そうだね。うん。そうね。ミミッキュと馬車がきついね。そうだね。きつすぎるね。馬車はクレセで見て、ミミッキュはなんか流れで勝つしかないね。はい。はい、対戦お願いしまーす。まあ、やり方としては非常にシンプル。キューコンで晴れさせて、適当に起点作って脱出ボタンでメガ雪の王でアーダコー出して勝つ。ただそれだけ。ただそれだけなんだが、そんなことが簡単に容易に行くのかって話ですね。はい。さあ、お願いしまーす。さあ、とりあえずは、まあ、初手キューコン。まあ、先手は、うん、まあ、なかなか、なんとも言い難い先手ですね、これはね。なんで、ボルドロスなんですかね、みたいな。まあ、多分ここは普通に相手突っ張ってくると思うので、まあ、こちらとしても、やれることはない。うん、まあ、やる必要もないかなって感じですね。バックしたところでなんで、まあ、とりあえず、後続になんかワンチャン刺さればいいな、みたいな文字か、鬼火を打てばいいんじゃないかな、みたいな。はい。まあ、ボルチェンでしょう。さあ、とりあえず、キューコン耐えて、脱出ボタン発動。で、脱出ボタンすることによって、相手はボルチェンをしてしまったがゆえに、ボルトチェンジを、もう一回打たざるを得ない。さあ、雪の王だ。ただ問題は、残念なことに、ボルトロス、おそらく気合ボール持ってるんで、そこが嫌な部分ですよね。成長します。あ、ボルチェン打ってくれる。あ、優しい。優しい。めっちゃ優しい。さあ、誰が帰ってくるのか。ここが非常に重要になってくる。まあ、雪の王が出てきてなんで雪降らねえんだよ、みたいな。そういうところあると思うので、かなり厄介は厄介でしょう。徹底風。なるほど。なるほど。まあ、つぶても通らない。そして、つぶても通らない。サイキネがいい感じに通る。成長をしていくぜ。攻撃と特攻がぐるっと上がった。これちなみに晴れ状態だと成長は、攻撃と特攻が2段階ずつ上がります。普通に打つと1段階しか上がりません。さあ、まあ、とりあえず吹雪打つわな。ウドハンのダメージ入れたくないですもんね。てか多分雪の無理だと思うんで。出てる。なんか、うまーく技を外してもらう以外の可能性がない。さあ、メガ雪の王降臨だぜ。まあ、これによって、今度はアラレが降りますが、まあ、アラレが降ることによって、ワンチャン耐えればもう、あれですね。あの、五分ですね、最低。最近ね、耐えるでしょ。耐える。臆病スカーフ。D が下がる分にはもう問題ないが、ただ、つぶ手が打てなくなってしまって、すごい悲しい感じ。えい、やっ助けだが、ただ助けなんですが、あられが降るので、これでカプテテフが落ちる。おー、なるほどね。まあええやろ。なるほどね。なるほどね。要は、つぶて、あれなんですよね。つぶてが打てたら強いんだけど、つぶてが打てないので、つぶてが打てないからゆえに、ここは何をしたらいいのか非常に悩むタイミングなんですけど、まあ、クレセリア投げますか。今日はミミック対策、球根で上から鬼火打つ以外ないんで、かなり非常に難しい。ここちょっと悩みますね。剣舞やってくれるんだったら、球根の方が良かったな、みたいな感じはしますよね。ただまあ、投げてしまった以上はしゃあないんで、下から殴るしかないんで、下から殴ってぴょんしますよ。やるしかないんで、トリックルーム。あ、もう一剣舞してくれる。あ、マジ、それは、ありがてえわ。ってことは、多分、フェアリー Z、ですよね。フェアリー Z か。だとすると、あれですね、テテフの、あれのターン次第ではあるんですけど、タク的にはだいぶ負けちゃってるんですよね。影打ちでどれぐらい落ちるんだろうな。非常に難しいことには変わりないんですけど、ただ、
難しいですね。どっちにしろね。まあ、レビ打つしかないですよ。ちょっとむずいな。え、どうしようもないですね。首折らないと負けだし、首折ったら負けだし。サイコフィールドがあと一ターンあれば勝てるんですけど。やっぱ結局ミミッキュなんだよな。あ、え、嘘、マジで。え、ラッキーすぎないそれ。え、さすがに悠長すぎないそれ。さすがに悠長でしょ。え、影打ち、三影打ちで落ちます？え、それめっちゃわかんないんですけど。え、めっちゃ不安なんですけど。え、雪の王さ、耐えない。無理、無理、無理、無理。耐えるくない？耐えるくない？え、耐えるくない？え、わかんない。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 もうわかんない、それは。それはもうわかんない。え、ここぴょんぴょんするじゃん。え、で、これってことは、え、なんだ？タスキでもないから、弾？弾、え、呪いだったら呪い普通に打ってきますもんね。弾？ Z じゃないんでしょ、じゃあ。シャドクロ、はい。弾ですね、じゃあ多分ね。弾か、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 どうしよっかな、これは。これはどうしますかね。いや、どうにか、影打ち、打たれなければどうにかなるはずなんで、どう、いや、影打ち打たれても、いや、さすがに脳耐えないかな、無理かな。いや、ここは進化が試される、完全に。ラス1あれなんですよね。ラス1ポルトなんですよね。マジか、マジか。いや、これ、落として、そうっすね。いや、ウドハン撃つしかないわ、どっちにしろ。よっしゃ、通る、マジで。おらうぅー、ぶね、マジで。結構スレスレな気がしないでもないんですが。おー、まあ、かなり相手のプレイングに助けられましたね。まあまあまあ、かなりクレセリアに怯えてくれたんで。かなりラッキーパンチとかいうレベルではないんですけど、かなりラッキーパンチな勝利ではある。まあ言うて相手の方がレートは上なんでね。まあそこら辺はね、胸を借りるか立ちで対戦ありがとうございました。勝てるぞ！どうにか噛み合えば勝てるぞ！スノーハレーション。たまたますぎるんですけど、どう考えても。まあでもなんかどうにかなったね。ヘイ、対戦お願いします。イエーイ。そうですね。そうですね。そうですね。なかなか晴れさすにはちょっと難しい。スノーハレーション的には難しいな。また言ってるんですけど。多分馬車の方が通りいいですよね。普通に考えたらね。で、デンチュラもなかなか厄介で、まあ、デンチュラで、あれですかね、ネバネバネとかなんかやってきて、あーだこうだだと思うので、ラスト1体は浮いてるポケモンでいこうかなと。で、そうだな、言うてゴーリいるんで、あ、ゴーリいるからアシレですよね、そしたら。そうっすよね、他のポケモンにもアシレ刺さりますからね。一応デンチュラと、ポリオツだけがちょっと苦しいのと、アタッカーが両方とも素早さ下なんで、ちょっとそこら辺がトリル張れないと厳しいかなとは若干思うんですが、うん、まあ、スノーハレーションやるんで、今日はスノーハレーション行きますわ。はい、対戦お願いしまーす。ということでね、まあ、スノーハレーションの元ネタは皆さんご存知ラブライブなんですけど、ただまあ、僕は正直ラブライブ、全然わかんないんですよ。有名なキャラクター何人か知ってるぐらい。あ、ニコニーとか、ほのかちゃんとかね。まあ、知ってるぐらいなんですけど、まあ、だからこそ、あんまりラブライブのことをよくわからないんで、今日はちょっと皆さんにね、いろいろ教えていただきたいなというふうに思いまして、今日のコメント欄のコーナー、ズバリ、皆さん、ラブライバーの方、ぜひ、モッティリスナーの中でラブライバー、それなりにいると思うんで、いろいろ語り合っちゃってください、みたいな、そんな感じでいこうかなと。思います。まあ、なんで、まあ、好きな曲を語るもよし、好きなキャラクターを語るもよし、まあ、アニメだったと思うので、好きな、アニメのナンバーとか語るもよし、曲を語るもよし、まあ、中の人語るもよし、いいんじゃないかな、みたいな。竜の舞、竜の舞、竜竜竜竜竜の舞、お指を通してしまえば、何も怖くないですね。まあ、そんな感じでお願いします。で、ぜひその中で、なんか、モッティにおすすめできる曲とか、キャラとか、なんかそういうのもろもろあったらぜひ教えてください。はい。脱出したいんでできれば、空火を撃ちます。あ、普通に撃ってきた。まあ、一枚滝登りですけど、鬼火入ってるんで、晴れ状態でこれ、でも晴れ状態でこれなのか、でも抜群、あ、まあ、まあ、割といけそうな気はしますけどね。言うて、今の、いや、ギャラで、そうか、一番通りの多分氷の牙なんでね。はい。まあ、成長しましょうか。うーい、デンジャー。いいのかい、デンジャーなんかしてしまって。スカーフ雪の王だと思いで。
でもね、明らかにね、使ってて思うんですけど、明らかにこのタイミングでみんな一回硬直するのが面白いんですけど。え、なんで雪降らないのって絶対みんな思ってる感じの間がね、10秒ぐらいあるのがすごい面白いですね。よっしゃ、成長してしまえばこっちのもんだ。さあ、ただギャラなんで、吹雪一発じゃ多分落ちないんで、そこどうしようかなって感じですよね。ウドハン一発撃っちゃっていいのかな、みたいな。ちょっと怖いですよね。ちょっと、吹雪つぶてでどうすか？吹雪つぶてで。いや、なんか、ねえ、あれですからね、飛行 Z だったらもうこのターン確実に撃ってきてるはずなんで、龍舞電磁波滝登りってなったらラス1地震でしょ？みたいな。そういう話。ゆえに、試行回数は稼げるみたいな。挑発！大丈夫ですかな？一旦、一旦、じりじりと、メガ雪の王様に、ウェーイ！さあ、誰が来る？フーディン、ボキー！フーディンか。フーディンか。フーディンか。強そうだな。気合ボールとか打たれそうだな。つぶって。どうですかね、これはね。どうですかね、非常にわからないですよね。マモアンコとかも全然ありますからね。全然、金芝もありますからね。何でもありますからね。トレースしていく。さあ、雪降らし。まあ、おそらく気合ボールだろう。はい、いいよ、つぶて。通していく。あ、やっぱそこまでは入らない。サイコキだったらワンチャン。耐えるよ。あ、全然だったよ。おーっと、これは、普通に吹雪を打っておけばいい場面だった。意外と体力それなりにあった、フーディンちゃん。よし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 、いいぞ、モッティじゃないぞ。今日プレイヤーモッティじゃないぞ、いいぞ。いいぞ、もう絶対ここ負けると思ったもんな、今。いいぞ。あるぞ、あるぞ、あるぞ。ラス1誰だ、ラス1。出てこいや。おい、鬼氷、おい。ポリオツ、ポリオツか。ポリオツまた悩みますね。まあでも、これだけダメージ食らってますからね。もうここはつぶてでいいんじゃないかなって感じしますね。いいねー、通るねー。通りますねー。はい、あー、なるほどね。テクスチャ Z。 いや、ここテクスチャマジか。ちょっと待って、ここテクスチャ Z 意外とまずくない？意外とまずくないか。すげーまずいような気がしてならないんだけど。え、これあとあられ何ターンある？あられもうないよね。次のターンで終わりですよね。え、これ負けたくね？ちょっと待って。あ、ちょっと待って、これ負けたくないか。え、これちょっと待って、負けたくないか、俺。負けたくさいんですけど。あ、自己祭。あー、なるほど。なるほど。なるほど、なるほど。なるほどね。なるほどね。いいだろう。じゃあ、最後の、とっておきのあれをやってやろうじゃないか。やばいな。ミスったな。レビー。いや、レビーだったら耐えるよ。レビーだったら耐える。耐える。はいはいはい。やからの、おっちゃい、ウッドハン！よいしゃー！おいしい！うわぁ！なんだこれ！すげぇ！めっちゃプレミっても勝てる！え、ちょっと待って、スノーハレーションあるんじゃない？第7世代。あるよ！え、全然あるよ、マジで。え、強ない？はい、対戦お願いしまーす。なかなか、思ったような展開じゃなくて、それなりにしっかり戦えてるっていうのがちょっと面白いですよね。あ、そっか。あー、なるほどね。なるほどね。いや、これはね、ナット以外は、ノーでいけるのかな。ガルドは無理じゃね、さすがに、みたいな。いや、でも、割と面白いんじゃないかなっていう気はしてますね。ガルド次第ですね。9コン投げて、ノーでとりあえず1匹持ってって、ガルドかなんかでちょっときついなって思ったら、クレセ投げてトリルやって、ぴょんぴょんやって、下から今度ノーで殴って、アーダコータでどうたらこうたらでどうですか？どうすか？どうすか？アシレの方がなんか取り良さそうですけどね、クレセより。まあでも言うてマンダいるんでね。はい、対戦お願いしまーす。まあ、やっぱそれなりにさ、やっぱりその、マイナー構築っていうか、まあ結構懐かしい構築最近使ってるじゃないですか。やっぱそういうポケモンってなかなか日の目浴びる機会がないんで、まあ、僕としてはやっぱ活躍してる試合をこう上げていきたいわけですよ。でもそういう試合ってまあ大体勝ち試合じゃないですか。活躍できたら ね、このレート帯だし、故にさ、ガールド OK で、まあ、なかなかこう思うようにいかない部分も多いわけで、負け試合が上げにくいんですよね。まあ、負け試合上げるのも大事だとは思うんですけどね。ここ鬼火です。はい。あ、マジで？え、普通にオバヒ Z とか飛んできてたらどうするんですか？
そんなもの飛ばさないけど。えへい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 。え、Z じゃなく、Z じゃなくても普通に鬼火で落ちません？ガルド。え、さすがに落ちるっしょ。さすがに。落ちません？落ちると思うんだよな、みたいな。さあ、脳が出てくる。まあ、わからないですけどね、そこら辺はね。まあ、ここは禁止でしょ。ああ、普通に来る。で、しかも素早さは、あれですね。向こうの方が上ってのはちょっと嫌ですね、これ。あー、当たらなければどうということはないのだよ。どうしようかな。どうしようかな、これ。これどうしようかな。これね、怖っ。怖いよ。自信持ってたらどうですか？どうす、持ってないんだよな、だから。持ってないんですよね。これさすがにさ、どうにかならないですか、これ。まあまあまあ、ここはそうなりますよね。いや、絶対ここはそうなりますよ。そりゃそうでしょ。そりゃそうでしょ、禁止。はい。まあそうですわな。うん。まあとりあえず、火傷のダメージを入れたとしてもみたいなところあると思うんで。で、ここで次相手が押してくるのはどっかシャドボなんで、どうしますかね。シャドボ打ってくれたら勝てるんですけど、まあ、どうせ最終的に多分クレセでピョンピョンしなきゃいけないと思うんで、ここは吹雪でいいですかね。シャドボ打ってくれる分には何の問題もないですね。はい、シャドボ。まあ、結果的には、普通に炎技打っちゃうのが一番良かった。D ダウンは、まあ多分この D ダウンはあんまり関係ないかな。どうでしょう。おー、なるほど。8割ぐらいですか、パッと見た感じ。ランド、いや、それは、どうだろうな。いや、これわかんねえな。え、これどうなん、え、これどうなんこれ。え、これ、つぶてで落ちるくない、さすがに。無理。え、無理。舐めすぎ、ランドのこと。いやー、これ、いや、落としてほしい。落とすわー。落とすわー。行くわー。はい。ザ、オッケー。よし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 。よしよしよし、いいぞいいぞ。マンダだな。マンダだな、マンダだな。マンダじゃなかったらということないな。まあ、マンダは落ちないでしょうね。もう一角入れられちゃうんで。ってなったら、まあ、ここは落ち着いてクレセバックでぴょんぴょんで下から吹雪連打で勝ちか。かな。かな。余計なことを知ってるか、俺は。いやー、余計かもしれないな、それは。捨て身、つぶて、そうっすね。余計ですね。余計ですね。多分、あとはクレセでどうにかしてくれるみたいな。なんか変なマンダで変な捨て身が、変な風に当たったら、あられも降ってるしちょっと怖いんで、だったらクレセで最終的にどうにかする方がいいと踏んだ。まあ、多分7割ぐらい。まあそんなもんですね。竜の舞！え、やっぱさ、あるよ。あるよ。いや、まあ、1500体だけどさ、1500体だと言われてしまったらそれまでだけどさ、いや、あるよ、スノーハレーション、普通に。え、誰かさ、ラブライバー使ってよ、今シーズン。あるよ、多分。1700ぐらいまでいけるよ。めちゃくちゃ意表つけるし、てか多分知られてないし、この構築自体。対戦ありがとうございました！マジかよ。はい、ということで最後までご視聴いただきましてありがとうございました。最後にパーティー紹介でございます。ということで今回のスノーハレーションですね。雪の王の特性がこれ夢特性なんですね。防音じゃないといけないですね。まあ雪降らしだと自分出てきたターンに雪降っちゃって成長が攻撃特防、特攻がそれぞれ2段階上昇にならないのでね。なんでまあなかなか防音雪の王って作りにくいんですけど、まあ、どうにかうまくゲットしてください。僕も今度、ミラクル交換枠で、こいつ出そうかなと思ってます。はい。で、まあ、球根は、こんな感じの技構成にしてみました。まあ、なんか、打ち逃げする感があるんで、もしかしたら、文字よりおばひの方がいいかもなって、ちょっとだけ思いましたね。で、鬼火は割とミミッキュ初手とかで刺さるんでいいと思うし、まあ、最後のワンチャン催眠術とかもあるしね。結構いいんじゃないかなと思います、この方で。
まあ、結構思いのほか刺さったのと、まあ、やっぱこの並び自体が全く知られてないし、ましてやこんなところに置かれてたら、ねえ、シナジーがあるのかみたいな。ましてやね、ランド、アシレ馬車とか、強力なの並んでますからね。まあ、もうなんか流れで倒せるだろうって思われて、意外といい感じに選出誘導もできて、それなりに勝てたんで、普通に1600多分乗ったんで、こいつらのおかげで。いや、本当に面白かったです。まあ、ぜひ、ラブライブの皆さん、使ってみてください。はい。で、なんか教えてください。いい感じにラブライブのこと。はい。ということで、以上、モッティでした。バイバイ。動画最後までご視聴いただきましてありがとうございました。ぜひチャンネル登録と高評価ボタンよろしくお願いいたします。明日夜は2週間ぶりのミラクル交換生放送をやりたいと思います。まあ、ちょっと最近いろんなポケモン使ってね、やってるんで、それの深まりなんか流そうかなっていうふうに思います。ちなみに東海議の、まあなんか、後日談的な話もする予定なんで見に来てね。はい。ではまた明日、若くしてあららら。